今回もちょっとね、はい、いろんな配信者の方が来てくれてますから、はい、呼んでいきましょう、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうぞ。お願いします。今回はちょっとなんか今までとちょっと違って、えどっちかというとこう、若めな、まともです。まともですよ。この今第一印象だったんです。全然ダメだった。ちょっと変な人が多かったんです。皆さんも派手ではありますけども、なんか日常の中で全く関わったことがないジャンルではなさそうな感じというか、うんうん、まともです。ね、ちょっと自己紹介の方よろしくお願いします。右吉です。右吉さん。右吉って言います。右吉健右吉健右吉健。右吉さんはどういった配信されてるんですか？僕は大体ナンパしてます、ナンパするかお酒飲んでるかみたいな、まあ、僕バーで働いてるんで、その仕事風景とかやったり、ね、逆に街中でナンパしてお店飲みに来てもらってみたいな、そういうのもありですか、ね、すごい。なんかバーで働いてるんですか？バーで働いてます。じゃあ配信見てる方がお客さん？そうですね、実際に会いに来れるみたいな。なんで右吉なんですか？そうやって聞かれるために右吉にしたんですよ。なるほど。隆一、まあ、っていう名前で父って呼ばれてて、あ、まあ、父だけじゃ寂しいんで、まあ、右吉って言えば、まあ、なんで右なのって。でも違うやん。会って今日初対面なんですけど、会った時にキスさせてって言って、先輩じゃないです。中です中です。頭おかしい、まあ、正直頭おかしそうに見えないですけど。どう見えないよ。見えるだろバカみたいに。見えるでしょ。見えるでしょ。めっちゃまともじゃないですか。俺どこがまともなんだよ。おしゃれだしね。ありがとうございます。さすがにそれではね、ナンパしに行ったしないですよね。これナンパしますね。これこれで首からコンドームぶら下げてナンパします。コンドーム入ってるんですか？これコンドームケースです。後で一個ちょうだい。ちょっと女帝、配信での最高月収は？僕はまださっきから何回もいじめられてるんですけど、お前一番ペイペイなのってすごいいじめられるんですけど、始めたばっか5ヶ月ぐらいで。あ、そう。今今月最高月収更新中です。120万ぐらい。あ、残ってるもんね、まだ結構。そうです。なんかそれはなんか今月あったんですよ。この月、ね、このイベント、これに出るためにみんな、もうどうしてもジャングルポケットさんに会いたいってみんなにお願いして。本当ですか？ジャングルポケットさんに会うためにふわっと始めたんで、僕は。嘘つけよ。嬉しいな。最初の登場の時全然嬉しそうじゃなかった。お願いします。なんか、なんかツイッター見たのよ、上がってて、ジャングルポケットに会うよりも今日他2つぐらい仕事あってすごく楽しみだって言ってたよ。いいな、見られてるやん。右父、見て。そうなの？いや、ちょっとすごいな。すごいね。例えばさ、俺が1000万をね、投げて、それ、会おうというチャンスはあるのか。例えば、気になってて、1000万あげるのを使いたいと。それ配信じゃないですか。全然枕営業しますよ。すぐやるよ。すぐ枕営業しますよ。それで、先月の1位と先々月の1位、ちゃんと抱きました。やばい、すごい、やっぱり。いや、それは、これが言えるのがすごいよね。やっぱ言えない。おたけだってそれはしてるけどさ、それしてる。やめろ。おたけのプライベートちょっとあんまり話せない。